スブラマニアムジャイシャンパルは、インドの外交官、政治家、インド人民党所属のラージア・サバー議員、第二次、モディ内閣で外務大臣を務めている。中アメリカ大使、中中国大使、外務次官などを歴任した、軍事アナリストであり、公務員だったケイ・サブラーマンヤント・スーロー・チャーナの息子として、ニューデリーで生まれる。 ジャワハルラール・ネルー大学で、格外交を専攻し、国際関係論の博士号を取得した。日本人女性と結婚しており、息子が二人と娘が一人いる。ヒンディー語に加えて、タミル語、ロシア語、中国語、日本語、英語、ハンガリー語が話せる。1977年に、インド外務省に入省した。1979年から1981年まで、 ソビエト連邦のモスクワで勤務し、ロシア語を学んだ。1996年から2000年まで、東京のインド大使館で勤務した。この期間は、インドが核実験を実施した影響で、日印関係は下降傾向であったが、森吉郎首相がインドを訪問したことにより、関係回復へと向かった。2000年、中チェコ共和国インド大使に任命された。 ジャイシャンカルは中中国インド大使に就任し、在職期間は4年半と、これまでで最長となった。北京では、中国とインドの経済、貿易、文化関係の改善、及び、中印国境紛争の対処に当たっている。2012年、インド大使としては彼は10年ぶりに、チベットを訪問した。ワシントン DC で、ジョン・ケリー国務長官と握手する。 ジャイシャンカル2013年9月に、州アメリカインド大使に任命された。ナレンドラモディ首相の右に座るジャイシャンカル2015年1月29日に、外務次官に任命された。次官就任の発表は、ナレンドラモディ首相が議長を務める2015年1月28日の、任命委員会の会議の後に行われた。2019年5月31日、外務大臣に任命される。 ありがとうございます。